クレア・ブルームとチャールズ・チャップリン、ライムライトは1952年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画、チャールズ・チャップリン監督、制作、脚本、主演、上映時間137分。チャップリンが長編映画で初めて素顔を出した作品で、同時にアメリカでの最後の作品となった。ちなみに、ライバルのバスター・キートンとも本作で初めて共演している。 これは、当時、キートンが経済的に困窮していることを伝え聞いたチャップリンが何らかの助けになればと起用したと言われている。なお、チャップリンがキートンの出演場面を大幅にカットしたとの話があるが、それは全く事実ではなく、キートンに注目をさせたかった彼の電気作家が冗談で語ったことである。タイトルのライムライトとは電球が普及する以前に、 舞台照明に用いられた照明器具で名声の代名詞でもある。日本では1953年に公開。1973年にリバイバル上映されたサイのキャッチコピーは美しきバレリーナに寄せる心を秘めて舞台に散った道家の恋、名優の死芸と愛の名曲で歌い上げる感動のチャップリンシンフォーニー。かつてイギリス一と言われた道家師のカルベロ。 今や中年を過ぎすっかり落ちぶれ、叫びたりの日々を送っていた。ある日カルベイロは自殺をくわだて意識不明で倒れていたテリーという美しいバレエの踊り子を助ける。テリーは姉が勝負となって自分のレッスン代を払ってくれていたことを知ってから足が麻痺してしまった。すっかり失望して生きる気力をなくしていた彼女をカルベイロは献身的に解放しもう一度バレエを踊らせる。 再び踊り始めたテリーは、ダンサーの職を得、作曲家のネビルにも気に入られ、新作バレエの第一、ダンサーに抜擢される。一方のカルベロは、カムバックに失敗し、逆にテリーに励まされる始末だった。テリーに惚れ込んだネビルは彼女に愛を告白する。しかし彼女の思いはカルベロにあった。テリーはカルベロに結婚しようと言い出す。カルベロは、 年齢差や自らの境遇とテリーの純風満帆の現在を比べ結婚話を馬鹿げていると一周してしまう。カルベロは彼女の元を離れ辻音楽師へと落ちぶれてゆく。カルベロと別れた後のテリーはヨーロッパ各地での興行でも絶賛される。その一方で第一次世界大戦が始まりネビルは出征してゆく。ロンドンに帰ったネビルはテリーを口説くが彼女はまだ カルベロのことが忘れられない。ある日街稼働で偶然カルベロに再会したテリーはもう一度彼を舞台に立たせるように手はずを整える。再起の舞台で熱演するカルベロに観客は惜しみない拍手を送る。カルベロは熱演のあまり予定よりも勢いよく舞台から転落。そのまま袖に運ばれる。転落した時に起こした。 心臓発作で残りわずかな実感を鮮やかなライムライトの脚光を浴びて踊るテリーの姿を見ながらカルベロは池を引き取るのだった。エドナ・パーバイアンスがバレエシーンの観客役でエキストラ出演しているという説があるが撮影日誌などを調べたデイビッド・ロビンソン、王の広行らは否定している。なおブルーレイに収録されている。 TBS 版吹き替えは、一般の募集からラスト10分以降がカットされている、不完全な状態のものしか見つからなかったため、キートンとチャップリンがコントを行う、シーン以降は、字幕で対応する仕様となっている。初公開から20年後の1972年に、初めてロサンゼルスで公開され、1973年3月に、開催された第45回アカデミー賞において、 月季映画作曲賞を受賞している。2015年にシアタークリエにて、この映画を原作とした音楽劇ライムライトが上演された。演出は小木田光一。上演台本は大野博之が担当。主演は石丸漢字。2019年4月にシアタークリエにて石丸漢字がカルベロ役、三崎凛音がテリー役で再演された。 ありがとうございます。